図いっぱいになってきた。嬉しそうですね、ライフセット。今すごくニヤニヤしてたわよ。仕方ないよ。ベルベットだってつい笑っちゃう時あるでしょ。私？そうね、台所を食器まで完璧にピカピカにした時とか。わかります。お風呂を隅々まで綺麗にできた時もですよね。そうそう。あとすごくいい天気の日に大量の洗濯物を干し終わった時も。掃除や洗濯と一緒にしないでほしい。探索船から連絡が入った。恐怖の島が見つかったらしい。恐怖の？何なんですかそれは。前にアイゼンが言ってた動く島だね。そう、太古から異界をさまよい続けていると伝わる祈祷中の祈祷だ。神羅万象、あらゆる力を吸い取る場所とも言われている。その力、カノヌシと何か関係が？これ以上は言ってみなければわからん。まずはイズルトの船着き場にいる仲間と合流するぞ。Thank you.
クリーチャーが攻撃してく。数字でしか行きません。伸びろ伸びろ、攻力転職。つむじ結果、次トーカー、ゆかりエデン、トーカー。一瞬で沈んだ。何の問題もありませんね。この拳、you
もんな、かわしてみな。ウェイストレスメイヘン。容赦なさ。Thank you.
話にならねえな。
何の問題もありませんね。なんでこんなところに。それは世界樹の葉だ。オメガエリクシールの素材。オメガエリクシールのことを知っているとはただものではないの。まあね、見ればわかるでしょ。疑われてるぞ。ぶっ倒して奪うか。いや、隙がない。こいつは手強いぞ。私が説得してみます。待って、僕に話させて。いいわ、あんたの好きなようにしなさい。その素材を分けてください。どうしても必要なんだ。あいにくこれは一つしかない。まさかオメガエリクシールを作ろうというのか、君のような少年が。うん、友達が病気で。僕はどうしてもその子を助けたいんだ。他の素材は揃っているのか。うん、最後の一つが何かもわからない。でも見つけてみせるよ。友達が苦しんでいるのに諦めたくないんだ。
持って行きなさい。いいの？あなたもこれを探してたんじゃ。君のおかげで思い出したよ。子を捨てて善に尽くすのが大魔師の使命。友達のために希望を捨てない君の意志こそ我々が守らなければならないものなんだ。ありがとう。それにある研究書を解読して分かったんだ。オメガエリクシールの5つ目の素材は精霊の祈り。最下の剣士の暗躍によって精霊は多くの精霊を失った。幸い私の精霊は元のまま残ったが、そいつに命じても精霊の祈りは手に入らなかった。でも君なら。私は世界のため親である前に大魔師でなければならないのだ。許してくれリーブ。最後の素材が分かった。あと一歩だな。あの人リーブのお父さんかもしれない。そういえば父親が大魔師と言っていたな。研究所を持ち出したのが父親ならここにいた理由も納得だ。しかし、じゃとするとあやつは息子を見捨てたということになるぞ。自分の子より断りが大事とはひどいやつじゃの。それは理性的な判断ですよ。最後の素材を手に入れられないことが分かっているわけですから。大人の断りではそうじゃろうがな、子供からしたらショックじゃぞ。リーブも悲しむよね。でもきっとあの人は苦労して古文書を解読したはずです。ここまで来るのだって相当な危険を冒して。大魔師だって全部を救えるわけじゃない。奴らも葛藤しながら生きてるってことよ。みんながみんな私みたいに勝手に生きたら世界はすぐ滅びちゃうわよ。ベルベット、正論だが自覚あったんだな。お主が大魔師をかばうとはの。事実を言っただけよ。それにもし戦ってたら殺し合いになってただな。それよりは随分マシな結果だ。いい、何が正解か私にはわからない。でももしリーブが死んでしまったら悲しむことすらできないのは確かよ。うん、それにきっと悲しみの中からだって希望は生まれると思う。生きていれば。素材は揃ったはずです。リーブの家に行ってオメガエリクシールを作りましょう。しかし最後の素材、精霊の祈りって祈るだけでいいのか。ようわからんが、ライフィセットもアイゼンもビエフもおる。全員で土下座でもすればなんとかなるじゃろ。Thank you.
話にならねえな。エヴァ総力つむじ結果高原点突入戦闘超人参ります。オーケーファイヤルミュージヘイ次はダメです。戦術を高原点突入戦闘超人これでエヴァ総力次はどうだ。高原点戦闘力やれやれ。レンガ超能力！ 無限時間！ 無限時間！ 無限時間！
話にならねえ。この程度か。次はどいつだ。それも死神の。ああ、ライフィセット。リーブは、もう意識がないのよ。でも、生きてるんでしょ？お願い、合わせて！リーブ、ライフィセットだよ。オメガエリクシールの素材を集めてきたんだ。今から、君の解読が正しかったって、証明するからね。意識が上ごとです。ずっと同じことを言ってるんです。ごめんね、ライフィセット。帰ってなんて言って、本当はもっと話したかった。そんなの気にしてないよ。友達だから。世界には不思議なものがたくさんあるよ。病気を治して、いつか一緒に冒険しよう。あっ、これはオメガエリクシールだ。なるほどな、精霊の祈りとは。精霊の涙のことだったのね。俺にはこの家に帰る資格がないのに。俺は大切な家族より大魔師の使命を選んでしまったんだ。許してくれとは言わない。この罪は許されるものでは。お父さん。リーブ、お前、体は大丈夫なのか？治ったのよ。お友達が届けてくれたオメガエリクシールのおかげで。オメガエリクシール？お前の友達とはまさか。聞いたよ、お父さんが最後の素材を教えてくれたんだってね。ありがとう。違うんだ、リーブ。父さんはお前を。違わないよ、お父さんは守ってくれているんだから。僕とお母さんが暮らす世界を、いつか僕が冒険する世界を。リーブ。一件落着だな。しかもオメガエリクシールが手に入った。思わぬ収穫だ。しかし、巣は修羅場かとワクワクしたのに、リーブという小僧、なかなかの器じゃわ。素直に良かったと言えないんですか？そこそこ良かったな、バー。うん、ベルベットが励ましてくれたおかげだよ。私は煽っただけ。励ましてなんかないわよ。こっちも素直じゃないけど、よくやったわね。あんたは最後まで希望を手放さなかった。うん、諦めたくなかったから。でも褒められることじゃないよ。僕はベルベットみたいに失ってないから、何も悩まずにできたんだと思う。そうかもしれないけど、あんたなら大丈夫よ。何かを失ってもきっと。え？ただの感想よ。エレノアがうるさいから、ちょっと素直に言ってみただけ。私のせいにしなくてもいいでしょう。